フランソワ・ドルレアンは、フランスの王族、ジョアン・ビルコー。フランス海軍の提督を務めた。フランス王、ルイ・フィリップとヒマリー・アメリーの三男として、ヌイ城で生まれた。海軍で学び、1836年に士官となった。1840年に艦長となり、セントヘレナ島からナポレオンの遺体を母国へ持ち帰った。 1848年に2月革命で王政が廃止されると一家でイギリスへ亡命。アメリカ南北戦争の際にはアメリカ政府に招兵され、息子と老い二人と共にワシントン DC を訪れていた。フランス第二定政時代の1870年、偽名を用いて母国へ入国し、軍に入隊して良い働きを見せたが、時の首相レオン・ガンベタによって逮捕され、 イギリスへ強制送還された。1871年に国民議会議員に選ばれるものの、元王族が議席を持つのを疎まれ、1876年に辞職に追い込まれた。1900年、パリで死去。1843年5月1日、リオデジャネイロでブラジル王女フランシスカと結婚。二子を設けた。ありがとうございます。